今からラブホ行くしかねえのかはじめまーすラブホ行ってくるか今からまもなくゲームスタート確か身分を確認してくださいつらいよー夜がきました目を閉じてくださいもうやだよー 白新動新動やりますか <noise> 出ます。 朝が来ました <laughs> 昨夜は誰も死にませんでした2番俺もだ,だのプレイヤーは発言してください占い師です4番さんが白と出ております占い師です4番さんが白と出ております確認してねはいマークつけてね えー、特に、えー、ないです。えー、っとね、太鼓来たら頑張ります。太鼓来ると思うんで、当たりまっか。平和村、もう面白いよ。平和村面白いからね。うん。あの、平和、平和村やろうよ。ね。うん。まあ、そこに、うん。いや、人狼札ね。うん。いや、久しぶりに、楽しいね。うん。 久しぶりにやると面白いよ、ジェンローさんって感じで。はい、まあ、たつ程度で。まあ、お話。はい。頑張ってください。おのおの頑張ってください。3番のプレイヤーは発言してください。はい、えー。おはようございます。4番3白です。4番3白、占い師です。えー、そうですね。まあ、進行論も、進行論なんですけど、あの、まあ、これ、2番3って、 っっちゃてるんんでであれなんですけどやっぱスライドやめてほしいかなとまあ今さん出てるんで、まああの、あれなんですけど、スライドやっぱやめてほしいかなと思います。あ仮縫いとかじゃなかった場合、そこに投票するしかなくなっちゃうんで、それで名前1個減っちゃうんでね。うん。やめてほしいかなと思ってる。あと、あまあ霊媒師出るか出ないか、あの対抗出るかじゃないかわかんないですけど、えー、っと確定した場合だっても僕、あ仮縫い任せますね。うん、投票位置じゃなかった場合、全然出なくていいかなと思ってますし、うん。 あと僕の裏な位置になりそうだったら、まあ出てきてほしいかなと思いますけど、それ外だったら別にいなくていいかなと思ってます。はい。えー。まあ、こらいです。4番差しろです。4番のプレイヤーは発言,発言してください。はい、どうも。<laughs> 早々に2白いただきました。4番です。よろしくお願いします。2番3番については、まあ、どっちもどっちですな。2番に関してはなんか、ヘラヘラしてんなって感じで。ヘアフライエロい。いや、俺ヘアフライ。 嫌だよ、俺、占い師やったら <laughs>。誰が狼か分かんねえもん。人狼狂いみたいに勝手にできるんだったよ、私もね。3に関してはね、えっと、言わなくていい発言があって、すらやめてって言わなくてよくね。3視点だってさ、2番さんがすらかもしんなくてさ、3番さんが確定するかもしれないからさ。3視点は2がすら、すらなんじゃないかなと思ったとしても、言わない方がよかったんじゃないと、とだけ思ったよ。だって、3番さん目線2が出てきてさ、3よりも後に出てくるスラって何なのって思わない <laughs> って思っちゃったね。まあ、そんぐらいですかね。まあ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 。 はい。噛まれるんだろうね。5番のプレイヤーは発言してください。あさい僕、占い師で4番に白出てます。嘘です。僕はただのスムラです。はい。えー、っと、まあそうですね。2、3、わかんないっす。審議。けど、2番さんの、あの、なんだっけ。あの、部屋村楽しいよ。部屋村にしようよっていう発言は、 狼から出てくるものとは思えない、チンか,から出てくるとは思えなかった、っていう発言かなって思ってる。はい、まあ、考察については2週目聞くけど、うん、若干2番の方が <laughs> なんかし占ないっぽいかなって思ってる。はい、まあ、これただ単にフィーリング、の精査さなんだけど、はい。で、4番が強人じゃなきゃいいなって思ってる。はい、6番のプレイヤーは いはい、例のです。例のです。把握お願いします。例のです。う <laughs> んまあ、5番の言いたいことはわかるよ。2番が狼っぽくないっていうのはわかるけど、そのなんだ。最初のその5番が4白です。っていうのはなんか？それ意味あったのと思ったくらいかな。はい。まあ、それくらいしかわからないかな。まあ、一角した場合に関しては、あまあ、これ1。隠してもわかんないか。一角社は確定でグレーに狼がいるから。 まあ僕は形、まあ、でも黒かったら釣ろうって思言おうと思ったんだけど4番確証だったから形のクソもねえやと思ってそうだねまあそれくらいかな一、まあ、くしたら僕が釣りたいとこ言うんでまあそこに投票合わせてもらえれば嬉しいかなくらいかなはいそれくらいです対抗、ま、出たら精査しないでグレート裏面精査に時間をかけてくださいって感じですねはいはい以上7番のプレイヤーは発言してください <laughs> お願いします 5番は比較的村かなとは思うんだけど最初の占い仕様の下りは心象が悪くなりますよ、えー、いいなと思っててまず4番が強人じゃないかったらいいなっていう感情と2、3だったら2の方がこれは俺もフィーリングなんだけど真なのかなっていう3番で違和感だったのが3番で4番に白で対抗が、まあ、今現状での対抗2番が4番に白を 打っている状況下で3番以降の対抗が出なかったら 2CO 面で4番が隠しろっていう状況下を想定したとき、5番のように4番が強靭じゃなかった場合って結構いい盤面になるって想定できなかったですかの3番からの要素が落ちなかったから2番が4番に白打っている状況下で3番が4白持っている状況下での考察があんまり落ちなかったから2攻めで見てます。以上 8番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします村人陣営でした詩は特にございません2さに関してはどうなんだろうなんか2の方がフィーリングでしんっておっしゃってる方多いんですけども2さんのなんか両方ともうーんとなんかしんっぽくはないなーって思ってますでえーと あと、気になった。霊能に関しては僕、釣り切りたいと思ってます。はい。で、4番さん強者まあ4番さん強要素ってまだわかんないですね。5七番んに関しては、うん、2がフィーリングで。まあ、5番さん色落ちなし、7番さんは、5村なら印象悪いよ。今日じゃなったね。7番さんも2周目かなと思ってます。 まあ2番3段階すらあればまたそこで2緒目考察伸ばしていけたらと思ってます以上です9番のプレイヤーは発言してくださいはいレイノですレイノですパーお願いしますまあそうですね占いに進路って感じで対抗今日って見るのが無難かなってところですかね6番さんの話で特に突っ込むところはなかったかなってところで えー、占い師に関してもまあなんかフィーリングでとか言ってる人いるけどまあどっちもどっちも特にフィーリングとかは重要視しないかなって感じですね、えー、5番さん誰も触れてないけど5番さんが進むらしいをしてるっていうのはすごい理的だなと思ったんだけど誰も触れないんだな特に7八とか触れないんだなっていうのが意外でしたね7番さんに関してはえー、っと延長ありって言ったっけ、まあ、いいか。 7番さんに関しては3のえっと、えっと、えなんだっけえっと片白が2えっと4がまあだったらえっと片白が2人って言えばいいんかなの状況下で盤面の話してほしかったって言ったけど、まあ、個人的にはそれはなんかめちゃくちゃだなと思ってて3番さん自身が分かる角白の人って1人しかいないんだからそれでなんか太鼓がどこに白出してるからどうっていう精査は。 そんな必要ないんじゃないかなと思うから。むしろなんかそれで、し城ですねとか言った方がおかしいと思うから、それちょっと無理があるんじゃないかなと思ったかな。一番さんに関しては、えっと、両方とも心くなかったって言ってて、理由言ってたっけそこ聞き逃してたな。なんか理由言ってたらもうちょっと2 c 目言ってほしいけど、なんかすごい負の感情を取るなと思いましたね。それ以上意けなかったかな。そんな感じかな。以上です。 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね、この盤面であれば、まあ、例のローラーでいいと思います。そうですね、うーん、2番さんも3番さんも、まだ精査は難しいけど、まあ、2番さんは、まあ、対抗出たら頑張るっていう感じだったので、2周目に行きたいって感じですけど。 5番さんそんなに黒っぽくもないと思ったな。もし、えっと、2番さんが人狼で5番さん人狼とかだったときに、えっと、追加いいのかなあ一緒に、一周目いいのかなあ、そうなんだ。<laughs> まあ了解です。えっと、2番さんと5番さん人狼だったときに、 あの2番さんの発言から5番さん2番さんの方がフィーリングでしんぽいよねとか言いづらいんだろうなって思ったしあとなんだっけなあともう一個言いたかったのがあるんだけど忘れちゃったで7番さんに関してもまあ普通に要素を拾って2番さんの方がしって言ってたのはいいんじゃないかなって思ったかな3番さん2番さんが対抗で出てきてるのに2番さんにはあんまり触れていなくて まあ、役の進行しか言ってなかったからもうちょっとあの2番が出てて4番同じ白が出て,てるからそこの話の展開は私も欲しかったと思ってるからそんな感じかなだから8番さんが一番わからないなっていう感じかな印象的に。そしたら今日は2番2一だからグレーズ目だね。 現状は8番さんだけど、まだわからない。2番のプレイヤーは発言してください。で、図面じゃないっす。一応スライドしたんでね。6番さんが6番さんのは、まあ、もう自分一人だったらね。あの自分が決めるみたいなこと言ってたんで。まあスライド想定済の、えー、策略的な発言をしたのかなと。戦術的作戦だった気がするんで、その当初からね。 うん、だからまあ村陳影なのかなと私は思いますうん、うん、特に強靭でやるメリットはないし狼でもやれないと思うんで、はい、私は6番さんは白く見ています7番さんは確かに、えー、3番さんがね喜ばなかったっていうことをね指摘してくれてて、えー、私はね3番さんがへえそうやるんだって思いっきり えー、芯取りに来たなって思いました。で、4さんね、確定できたんで、嬉しいな、確ほぼ確定できたんで、嬉しいなと思っているんで、あのーうん、ただ、ま、一応7んあるかなっていう感じだけど、まあ言ってることは本当に正しいと思います、7さんで、5さんのスムラ発言ありましたけどね、うん、まあ、村りはないな <laughs>、ぐらい。まあ、村っぽいなっていうのは、 まあ正直な意見ですよ。うん。だ一番さんがちょっとね、あ今日は霊能で、霊能から行くんだっていう安心感が、なんだろう、ものすごい安心感を感じてしまったんですよね。開口一番の今日は霊能からだみたいな。それはちょっと狼っぽいかなっていう気はしてしまいました。いや、単なるパッションです。申し訳ないです。一番さん。ええー、ぐらいかな。 はい、3, 3番のプレイヤーは発言してください、はいえー。最初にも言っているので、めちゃめちゃ伸びなければ投票値6番さんがいいかなと思ってます。で、えー、っと結構5番さんが強靭っぽいかなって思いました。最初のの、えー、番さんの白がいらなかったのと あと、フィーリングで2番さんがシンぽいって言ってるから、結構、占い師に入ってくる。まあ、えっと、強靱なフリースは狼オっていう可能性ありますが、発言的には強靱っぽいかなと思ってます。で、えっと、一番怪しいのが7番さんですかね。えっと、僕に対して2番さんが4番さ3を出しているんだから、3番さん出してのその構成が欲しかった。あと、4番さんが強靱じゃなかった場合、めちゃくちゃいい場面になるから、そういうことが欲しかったって言ってますが、4番さんが強靱かどうかで知らない、そんなの。うん。知らないし、 えっと、そっからの構ツを広げる。いや、じゃあ、どう、何を言えばよかったのかなって思ったから、結構、不当かなと思いました。うん。かな、8番さんと1番さんは分からないですが、えっと、1番さんがその位置で投票値8番さんっていうのがちょっと、んって思っちゃいましたね。うん。なんで現状8番さんに投票する結構、僕は5番さんも7番さんも今日怪しいかなと思って、しかも1番さん、あ、そっか、でも、うん。まあ、これはどうなんですかね。六番、えっと、1番さんの位置で、6番さんがスライドしてるにもかかわらず、投票値が現状8番さんっていうのはちょっと、んって思いました。 うん、あと、一番さんに、えっと、もう一個言っておくと、えっと、僕、あの対抗になんか、何ですかね、対抗をどう見てるとかそ言わないで分かんないんでそんなの。うん。二番さんが強人かオオカミかなんて知らないし、えっと、なんか、二番さんがオオカミだと思うっていう、なんか適当に理由付けして、相方はこの人だっていうのも、全然、なんか、それって、何ですかねそ、それってなんかあの、精査、そっちの方が僕は不自然に思っちゃう人なんで、あのそういう精査で見てほしいかなって思ってます。まあ、一番さんが村であればね。はい。 だから、そうかな。だから、7番さん、5番さん、1番さん、順で怪しくって、投票位置は問題目で6番さんがいいかなと思ってます。せい不能ですね、6番さんに関しては。まあ、9番さんがどういうかわかりませんが、はい、えー、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。さいはいはいはい。まあ、6に関しての職が9番が決めればいいんじゃないギリギリ2周目じゃなかったし。<laughs> はい。えっ、ー、とね、2番さんの37っていう視点はすごいわかるよ。7番さんに関しての俺が抱いた印象って、厳しいと思った。 <laughs> 単純に厳しいと思ってたからね。そんな。<laughs> ってぐらいだからね。だからなんでそんな厳しいんだろうって考えたら73でやってんのかなと思ったんだけどね、うん。まあ2番が多分1を釣りをしてるんでしょ。まあ21の動きじゃないよね。1番が7番に乗っかって3番にもうちょっと発言しろよって審査下げしてるんだったら2番が1を釣り一に持ってく必要もあんまないと思うから。で3番は、え、だから俺、1回じゃ37なんじゃないのかなと思ってるんだけどね。まあ6番の処遇が気になるけど。 うん、5番に関してはね、えっと、2番が、人外なら平和しようよって言わないでしょっていう要素とりはね、多分薄いと思うよ、それは。言えると思う。まあ、フィーリングなんだろうけどね。ただ俺は要素としては薄いから、それだけに2の進歩配とはならない。だから現状、えっ、ー、と、抱いた、ね、初週、抱いた感想っていうのは俺は3の方が2世っぽいと思ったね。初週はね、3視点でだって、2番、2番、3、2、で出てきて3以降にすらする人なんてさ、いや、現状いたけど、占い師出てきてすらする人なんていないのに。 3番が2が出ちゃってるけどスライこれ以上やめてねっていうのってさ3視点んだろうねな何を警戒してたんだろうって感じだうーんえー、そっか6つっちゃうんだどうだろうね1番ローメがあるって言ったらまあどうだろう8番はね1番色見えないんだけどただえっと6番しか霊能が出ていないときに霊能釣り切りますって言ってたから霊能2体出てくるの知ってたのって思った ね、あちなみに5番さんにあの答えておくと4番が巨人だとしても僕確証なので噛まれるんで安心していいっすよ。<laughs> 噛まれます。えてかさこれ。狩るとて出ないんだね。まあ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 いいっすいいっす。僕かかるじゃないん、ね、で。えー、6行かないんだったら7いきたいな。5番のプレイヤーは。 発言しまあ別にあの状態の時にスムラシ様をしたところでムラリーがないっていう意味がわかんない気がするんだけどな。だって占い師2枚できてる状態でその人間の占い師が逆に刺さるわけでもないのにと思ってるけどね。俺のスムラシ様で何か利敵だったと思うんだけど。はい。まあ今この何、カレード仕様が出てない状況の時にスムラシーっていうのは申し訳ないと思ってる。そこら辺はーがないかなと思ったけど。 うん、じゃその無駄にないのをなくすために狩人を何々に出させるなりの信仰を占い師が取ってほしかったなって思うけどねああ。ああ、巨人目があるとしたら8かなっていうふうに思ってるかな、現時点では。8番の位置でさんどっちも新目がないけどねって言ったけど、さんの新目ない理由っていうのがいまいち説明できてなかったし、えっと、占い師ではなくって、えっとグレの、グレーのところにはまあ終始当たり障がれない感じで座って言ったのが グ、まあ、レーからは評をいたくないけど、占い師からは評をいたいみたいな、占い師から評価を変えか占い師飛ばされたいみたいな感じの発言だったから、8が強じめ高いかなって思ってるし、はい、6番に関しては白かなと思ってるよ。6番が、えー、人外だとした場合って、わざわざすらする必要はなくて、えー、っと、まあ9まあ、9っていうふうに普通に安定するさせればい,いだけだと思ってるから、6についても白ね。まあ、そうなった場合って、俺的には7-1どっちかなんだけど、正直言って7-1の精査っていうのはついてないはい。 っていうところから2週目の発言しっかり聞くけど、うん、現状は71から入れようと思っている、うん、例の確定している盤面でわざわざ巨めっていうところをつってもないと思うから71っていうところに、まあ、今つろうかなって思っているからはい、うんまあ、初週的にはフィーリングで2番っていうふうに言ったけども2週目ではそんな大差ないなと思った正直言、ねはい、発言聞きます6番 のプレイヤーは発言してくだん一番の位置で押したのはあれですね、むらすら準備して送信を押そうとずっと待ってたんですけど、まず、あ、やって指動いちゃって、普通に送信を押しちゃったんで、一番の位置でしちゃったって感じですね。まあ、それは任せもう木場さんに任せますわ。えっとね、まあ考察するんだったら、僕は5番地点って、えっとまあ、僕は強く見てくれないんだけど、8番強靭でおいて7番一1どちらかっていうんだったら、4枚光つけてて、俺、ムラスラしてるから、仮1点番位置で7ワン、1番どちらか 8番巨人の1点でしょ ?5 番。ってか781に確実に狩り入いるから、狩りが出たくないんだったらもう、56がもうスムラ透かしちゃってるからもう、狩り入保護するんだったら5番6番の段でいいかなと思ってたんですけど、狩りが出ないっていうのはね、564がもう狩りないのが透けてるから、7番8番1万に絶対狩りがいるんですよ。だから781から釣るって進行ってあんま。 カリューが出たくないんだったら、その進行を取らずにも56スムラスけてるんだから、ここずっと56のランでいいんじゃないとは思ってたんですけど、<laughs> で、3番が偽かなと思ったのは、3番視点で571が愛しいなんで折り釣りなのじゃあ571釣ればいいじゃん。例えば571が愛しいんだったら5番つっ,番つって7番1は売らないでいいじゃんとうし、なんでそのすらしただけで折り釣りにあるのか全くわかんないから、3番ってもう精査する気ないし、5番7番1番が愛しくて折り釣りはで意味にわかんないから、売らないし、3番の方が偽かなと思ってましたね。はい。 狩りが出たくないんだったら5番6番ランでいいんじゃないと思ってます781から狩りが出るんだったら、まあ、そっちの怪しい方に入れるかもしれないけど781から狩りしようがないんで、まあ、狩りが出たくない人なんだなって思ってるから56ランでいいんじゃないって思ってます5番さん僕のことを白く見てるけど5番視点で8番巨人置いてるんだったら4番と6番が素直なんだから7番1番から狩り出たらそっちの逆の方を釣りますくらい行ったらいいんじゃないのと思いましたけど 7番のプレイヤーは発言してください。99%村で起きますかね。仮保護観点で自分釣りな、なおかつ HP が自分ですら押して低い状態が分かっている状態で5、6ランを上げる事態が、6番がオオカミで足りえない証拠だと思っていて、まあ、もしやっているなら手のひらで踊,踊らされてもいいと思っていて。 2番と3番が6番を占うこともなく今日6番を釣らない進行を取った場合6番はあっても白人外という進行を取って6に縄を使わない進行を取りますね。でいい,と思っているで <laughs> 2番っていうのは3番と7番でン、ま、ちゃん37があるんじゃないかっていう考察を落としていて3番は3番で6番を落とし最も怪しい位置が7番っていう構造を落としているんですよ。 そうなった場合に、2番と3番を新郎仮定した場合、どちらかが俺をオオカミで仮定して2番をし、2番、3番を新郎過程をした場合って、どちらかが俺を囲う前提じゃないですか。よくよく考えてくださいね。2番はあ、もしかすると7番があるかもしれない。3番は6番をつって7番が怪しい位置となった場合、俺を明日囲う状態じゃないと、この考察ってありえないんですよ。ただ俺は村なんですよ。これ言ってること、意味わかりますかこれを 今これを言ってることをご理解いただけないのであれば、ちょっと申し訳ないが、僕と精査が合わなさすぎるんで、はい、だからその時点で、なんて言うんだろう、俺の狼って、浮上するのって、なんて言うんだろうなそ、そういう考察で俺の狼が浮上するのは全然いいんですよ。そういう考察じゃないのに俺の狼が浮上するって意味がわからないと思っていて、いや、もう6は多分僕、名は使えないんで、 それより普通にふわふわしてる8番とか、あと2番の1番の要素取りはめちゃめちゃおかしいと思ってますよ。それは人外要素にも村要素にもなる。いや、8かな ?8 落としてはほぼ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。そううすいません、7番さん。ちょっと僕、本当に、ついてきなんで七番さんの言ってることがよくわかんないんですけどね。僕は4番さんが言ってた37の、なんていうのかな、き合いっていうのが、 普通にライン切ってんのかなっていうふうに普通に見えちゃったんですけどねで7番さんはさましに見えてるんですかえっと釣り寄されてるのにって思ったんですけどまあ単純にですけどねで6番さんが56ランで自分のガンヌンで6番さんも村で置いとくんですか、うん、<laughs> どうなんですかねまあ6番さんの所業は、うん、<laughs> ちゃんと弁明してましたけどルール違反ですよねって思ったんですけどね そういう意味じゃなくても、うーんと、ムラスラリがあったのかなどうなのかなって思いますけどね。6番さんは僕は釣りたいですけどね。時点で7番さんかなって思ってます。9番さんに近くしてるんで、9番さんの色見たいところを釣ればいいのかなって思ってますけどね。はい。えっ、ー、と、5番さんに関して、精査。うん、5、6か。あ、でも、うん、そっか。五六がスムラシーをしてるのか。4、五6がスムラシーをしてるのか。あ、だから6番さん5、6って言ったんだよね。 はあ。うん。ってなると難しいかな。7番さんの鉢釣り体力色見えないから鉢釣りたいのか。7番さん、5番さん気にならなかったのかなって思うんだけどね。その自分は黒じゃないっていう説明と鉢釣りいしか7番さん考察落ちてないと思うんですけどね。はい。うん。今日は6、7どっちか行きたいと思います。以上です。 あ,あ,あ、そうか、占いに関して、占いに関して、うん、三七、ちょっと今見ちゃってるんで、今、二番さん、真に見てます。まあ、圧倒的に真には見てないですけど、はい、以上です。九番のプレイヤーは発言してください。まず、七番さんの話で、二番さんって、七番さんの話してましたっけ？そんなに、なんか過剰だなと思ったんですけど、自意識過剰って言っていいのか、わかんないけど。 2番さんって1番さんのこと怪しいんじゃなかった開口1番なんか安心してた感じがしたからって言ってなかったっけ ?7 番さんからはなんか2、3両方ともから、まあ言ったらライン切れてるって話ですよね。と思うけど、過剰反応だなと思いました。で、誰も触れなかったんだけど、2番さんって、えー、っと、4はほぼ確定できた。確定できたって言ったんですよね。2番さんが占い師なんだったら、 4番さんってもう確定なんじゃないのまあ村目線って話かもしれないけど、まあ、少なくとも占い師からはえっと何自分目線の話してほしいなと思ったんだけどね。かな気になったのは結局まあ一周目の話になるけど結局対抗の情報を入れるとこういうボロが出るんだよねっていうところで2番さんのことをかなり似せ視しています。 6番さんに関しては、まっ、あ、すらは脳死で釣る派だけど、まあ自分から釣られにいってる感じも、まあローメはないかなってところと、例のデバサわざ釣らするメリットもよくわかんないし、まあローメないってところで他から釣ろっかなと思います。どうしようかね。8番さんはまあふわふわしてたね。 うんだ決めた方がいいのかなまあ6は釣らなくていいかなって感じですかね、うん、まあ仮保護もまあ考えなくていいから仮保護考えるなら5から釣っていいと思う1番のプレイヤーは発言してください,ださいはいそうですねえー、っと私は8番3釣りたいですけど でまあ、2番さんの方が今偽物に見えてるかなってえっとまず5番さんだったら最初に言ったように2番さんがフィーリングで白いってあの2番さんのめっちゃ少ない発言から何も対抗来たら頑張りますみたいので軽く信用しづらいなって相方で思うから5番さんなさそうって思ってで3番さんの方がなんか真って真っぽいなって思った理由としては2番さんはなんか 37ありそうって言ってさらになんか1が例のからつるので安心感みたいなたなんかね微妙でだけど3番3って自分怪しん自分のことを怪しんでる1を納得いかないふうで571と上げているからもし。 あの敵作りすすぎかなっって普通に思ったんですけどね単純に自分疑ってるところをなんか,あなんか納得いかねえみたいな感じで7番のその俺のたたきが納得いかねえみたいな感じで普通に単純になんか言ってる感じがしたから2番さんはなん何度かして相方以外を釣りに行こうみたいな感じがしたんですけどだから3番さんの方が真に見えていって。 だからそうしたら8番さんなのかなって思うんですけどね。言って3七ラインき3七ラインあんまり見えないんですけどね。だって2番さんも3七って言ってて3番さんも7って言って。言ってたんだ。えーって思うんですけど私は。だから8番さんが一番なんかありえそうだなって思っちゃうんですけど。投票を始めてください。 アイスポイントアニエンオラじゃないべ8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言してください、うん、はいえー、っとお疲れ様でした。 うんと7番と、167、167、167。ああ、6も8か。5、6のランって言っとって、6、3、8枚入れたんですね。はい。なるほどです。まあ、投票結果見てもらって、判断してもらったらいいかな。3、4が6か。うん、どうなんですかね。<laughs> 7番と1番。 一番も8だけか。2が偽で、5が白押しして、1目線7番さんはどう見えたのかなって思いましたけどね。うん、どうなんだろう。占いは分かんないです。37見えたって言ったけど、まあ別にそれはまだ分かんないですけどね。はい。うん。まあ僕、結構釣られやすかったと思うんで。 まあそこを気を向けてきたところどうなのかなって思いますはいじゃあ村頑張ってください以上ですまあ <laughs> もう白結果しか出ないんですけどねはい夜が来ました目を閉じてください人狼は目を開けてください人狼は人を殺してくださいんなんですかねこれね6がもう一回すらすんなら、ね、よく分からんですね上地 どうしますか僕構われますすかか僕れあーいや、生き残りましょう。わかりました。じゃあ、7番さん行、生き残りましいやい、任せる任せる。あいや、7番さん、大丈夫です。占い値どうすればいいですかね任せます。 持ちだと思うけどなえマジでわからんレイトどこだ朝が来ました昨夜死んだのは7番9番のプレイヤーは 白七白七白で噛まれかえー、っと今日えー、っと八代だったから占いどっちがえー、っとまあそうですね3七って言ってたんだね2番さんごめんね。えー、やっぱに んー、2のやっぱほぼ確定っていうのは気にならなかったかな ?1 番3とか。っていう点かなぁ。えー、っと、23でしょはっぽい ?3 の751の順の方がなんか割と納得できたんだよななんか、 そうだね2番3の1の開口一番安心した感じ3七、まあ、もうちょっと2番3視点の,の黒1っていうのをしっかり上げてほしいですね改めてね3番3そこできてたかなってところかな、うん、かなまあ占い今日はね占いですね決め打ちなんでどっちかに入れていいよね いいで,すか、ね、で相方違うのか1211313か25って感じ25ちょっと分かんない、ね、まあ、手付は占い決めちでえー、っと、まあ、ちょっと僕が言うのもあれだけどどことどこが LINE つながってるかっていうのも言えたら言ってください。 のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいいやー6番さん黒だったら怖いなと思ってきちゃったかな8番さん白で7番さんが噛まれたところからえっとまず2番さんにまず二番さんが人狼で8番さん相方とかだと思ってたんだけどで5番さんがなさそうって思ってたんですよ1番だって5番さんフィーリングで2番が白いてこれは一番最初から言ってたんだけど。 だけど結局番5番3しか6番さん外したら5番さんしかいなくなってそこ見づらいんですけどでも3番さんが人狼だった時になんか心情的に多分、えっと、5番を白く見てる7番と1番っていうのの方が印象をよく見,て見せたいと思うんですよね人狼だったら。だけど3番っていうのは7番を1番に怪しんで751と相方を含んだこの3人を疑うっていうのが。 なんか人狼だったら普通に8番に行きたがるんじゃないかなって思ったから本当にわからないんですけどだからこそ8番さんが人狼だと思っていたのでうん32番と5番二番5番さんでも。 2周目で2番と3番が大差ねえって言ったんですよね。そこの理由が何でか教えてもらってもいいですかで2番さんと3番さんはどっちを疑ってるのかっていうのとどこを怪しんでたかっていうのを明確に知りたいかな。以上です。2> 2番のプレイヤーは発言してください。うんはい、占えるか理由に関しては いや、37のラインを見たかったっていうのはある。はい。で、一番さんがね、と迷ってました、占うのは。で、番さんまあ投票もね、一、えー、番さんはでもね、俺のことを、えー、2と3に比べて2の方が怪しいって言ったんで、占われたくないじゃん、おみだったら言うわけない。言わないよな、と思ってるんですけど、 うーん、73ラインがなくなったってことによって、ち <laughs> ご黒っていう可能性が俺の中には出てきて、3番さんが強靭で出てきたんじゃないかっていう、なんか、うーん、なんか気が若干する気が。<laughs> わかんないごめん。なんかそんな、いやでも、気はないか。ごめん。でも 5, 5番は硬いと思う、俺は。今日 今日か、狼。うん。いや3番さんがね、狼、えー、なら5番さん今日かなって気がすんだけどね。あ、あの、木場さんが言ってる、あの、4番さんが、えーいや、白角、俺は白角って言ったんだよな。まあいいや。<laughs> 白角確定になったねっていうで安心したって言ったんだよ。まあいいや。もうどうでもいいや。うん。うん。いやー。 いやでも六番そんなことするかな狼で俺はできない通したらめちゃ強いけど俺は六は白いうんだから1番かながれいのだったんだけどなちょ考えとくないのは自分がれいのだったんな感じですラだけど三番のプレイヤーは発言してください ちょっとあのこれ、上位置があんまりよく分かっていなくて、えっと、二バさんが強じにだった場合って、おそらく、七番さんってオオカミに見えてないでしょう。あの発言結構、二番さん強じまあ僕が仮に強じんだったら、七番さんって結構オオカミっぽくなかったから、あの発言って。だから簡単に結構、七番さん黒とか打てるはずなのに、七番さんが噛まれてるって結構分からない。えっと、二バさんがオカミだった場合であっても、七番さんの強じってあるから、えっと、ナナさん結構僕に不当ななんか意見をしていたから、だから二番さんが七番さん黒打つことによって、七番さんの強えっが僕とラインを つないで黒くなれるから、だから神なんで7番さんが噛まれてるのかっていうのはよくわかってませんで、えっと、僕初日で2番さんが教授な中、オオカミがそんな知らないからって言ったんですけど、今だ結構オオカミかなと思ってる。まあ、これは7番さんの神位置、やっぱり2番さんが教授になったら7番さんから打てるから、7番さんがおそらくオオカミ僕見えてないはずだからね。うん、だからえっと2番さんオオカミと思ってて、相方が何なんですかね、5番さんが一番怪しいんですか、2番さんって。えっと、単体制裁、6番さん、5番さん、1番さん、単体制裁した時に、僕はえっと、たに、 オオカミだったら、5、え、万、ー、さんがオオカミかなと思ってる。えっ、ー、と、六万さんがまずオオカミでそんなことしないっていう理由と、あと1万さんが、えっ、ー、と、僕の、なんだろう、えっ、ー、と、そんなふうに真で見ないと思うから、1万さんがオオカミだったら、えっ、ー、と、1万、2万さんがペアだったときね。 僕が怪しいとこを投票値上げて、殴られたから殴り返してるだけじゃんという理由で、一番んで僕のことを狼に見れるから、だから結構、二番さんの相方としてないかなと思ってるけども、二番さんの発言からだと、結構一番んと二番んのラインってあると思ってる。二番さ先ってさ、一番んに結構めちゃめちゃ意見されてるのに、なんで二番さんと一番さんが怪しくならず、五番さんになるのかがよく分からなかった。だから五番さんか一番さんが相方かなと思ってるけども、どうなんですかね。 はいってこ。だから、まあ、れれとりあえず2番さんに投票してもらいたい。うん。で、カリド生きてたら、あの、僕守、まあ、でも、うん。はい。4番。のプレイヤーは発言してく,発言してください。いやあの、占いが信教なら多分俺が噛まれてると思うけどね。絶好の噛み位置だと思うんだけど。カリドってほぼ,ほぼ急守りするだろうからさ。いだから普通に進路なんじゃないの占いは。おそらく俺が噛まれてない時点で。で、7番が <laughs>。 7番が仮っぽくて噛み抜かれたんじゃないの。7視点、1視点もさ、7、8どっちかに仮るので、7視点も8、1どっちかに仮るんだけど、7番だけは6、白、しして8から釣るっていう風に言った人物だから、7が仮くせえと思ったんだけど、5番が狼だった時って8に入れ得だと思うけどな。一番巨人っぽいと思ったんだよな。6番釣らない。申し訳ない。 えっとね、六番、8番強靭してたと多分多分六6の行動が、一番強靭に、あの、8番強靭してたと多分,多分ね、6番が狼にも見えないだろうから、8強しててたぶん六ずり安定だったと思う。でも8番も変なんだよね。えー、2、3だってさ、俺3番、<laughs> 3番2セクセン、だって3番さんさ、7なんだで噛まれてんのって言うけどさ、7番のこと、だって強靭だと思って占っちゃったの、あなた。2視点で37追うの分かるよ。7番さんすげえ弁明したけど、 あの2番さんが1が0のがウントラっつって釣りをしててでも 7, 2, 7ワンチャンあるって言ってお,っておいてで3番が571っていう広く取ってからの六釣りって言ってたからで初週の7番の際の強い殴り考えると収まって見えるから2の7占い分かるんだけど3番が7が強靭で3とラインをつなぎに来たんじゃないっていう考察を落としておきながらなんで3は7を占ったんだオカミじゃねえじゃんだったら強靭じゃん強靭だと思ろって占ったの 逆じゃねえなんかキューバーさん冷堂だったらなんかさあの2番さんの,その村角とか言っただとそういうちっちゃいとこじゃなくてもっと発言絶対見た方がいいと思うけどな。なんかキューバーがなんでそんなに2に固執するか分からんうんええー、俺3の方がセくせえと思うけどなすげえ自分3いりますよ一応5番のプレイヤーは発言してくださいあ,ああちょ今風呂上がりました やりましたちょっと疲れたってか疲れが取れましたちょっとまあどっちにしろまあ兄さんの決める場面なんで、まあ、僕が釣られる場面じゃないんで、まあ、適当でいいかなと思ってますかねはいそうですねまああ痛いたいたまし、あ、んの方残してくれれば僕に6紙でいいよねしっかりとできるできるっていうかあの刺さるんで、はい、まあ しっかりさんの精査をしたいと思います。いやワンチャン7番が潜伏レ能のしたんじゃないかなって思ってて神言ったんだけど、どうなんだろう ?1 番さんがほぼ全部で赤黒かなって思ってますね。6番さんが人狼人狼で人狼でまあ人狼か人狼で五狼っぽいよね狼そもそもでそ狼で人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 人狼で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 しか感動できない人が多いんで人狼で人狼でで そんな中でわざわざムラスラする意味がないっすね。人外だったらマッ、まあ、先へ釣りかージ椅子。六番とて怖いんだよな。まあどういう考察する人がいるのかもわかんない状況で六が人外だった場合って、ね、わざわざ村にヘロカを。いやだも,もうカメねえか。待ってるからで、えー、グレーだったら一が黒はい二三どっちが相方かわかんないそのぐらいっすね。やなら六番のプレイヤーは。 発言してくださいまあ占い師だと若干2番の方が今回は偽かなと思ったのが2番視点で3強1号狼オカあるんじゃないのっていうけど3番の2番視点で強じめってないと思うが3番って立って2番の白先に3番手4番白かぶせててにしては多分3狼でカミで15近い方で5番、ね、がほぼ人外硬いって言ってるけどうん 5番ってそんな人間っぽい。俺5番を釣りしたりはただのカ人保護のためだから、別に5番から単体の人間を,を釣りをしてるわけじゃないから、7、8、1からカりが出たくないんだったら、もうそういう進行通りしかないけど、まあ、僕も4番さんの言う通り、7番さんがカリルかなと思ったから、じゃあ8、1どっちだろう。8、1だったら8番が、なんか、なんだっけ、僕の釣りを仕方が違和感でしかないし、6間で若干、えっと、1日まで3番、8番をかけて8番に投票したんだけど、 8番が明日、占いがむずいぞ <laughs> うん、そうなると、なんだろう、2番って結局だって、発言で一番怪しいって言いながら、結局、投票位置って7番で、で、7番占ったのは37狼に言えたから、で、今日になって5番がなんか、人外一硬いって言うけど、2番ってなんか、1日目で、1番がなんか、狼オカくせえって言いながら、その <laughs> 発言どこ行ったのって思ったし。 なんかニイチローのライン切りかなって見えちゃいますけど、五番はなんか単体であんまりクロン発言があんまり狼っぽくないから、二番一番狼かなってなんか率直に思っちゃった。二が三を三を強で置く意味わかんないし、五にしろす。こっので相方一号どっちかで五番が狼になる。六かどっちにチクロンでいいか、らカでいいか。なって思ってます。はい。投票を始めてください。ありん。 オーラじゃないべ。ちょっと落としときたいな。二番。のプレイヤーが選ばれました。二番。のプレイヤーは。発言してください。 はい。お疲れ様です。すみませんでした。<laughs> なんでだろうな。信用取れないな。うーん。え、どこかむか、マジで迷う、これ。まあ、神<番>、神だって、安定なのは4なんだよな。サンが強人だった場合の話をしたんじゃないかな。でも、ぐっちゃぶりで出て、いや、とっちめちゃぐっちゃグッチャブでりで、僕ね、心境で出てるから、俺を、その関係がないとか言ってたんじゃないかなと思ったんですけどね。 知らない。霊能カンときたいんだよな。うんまあ普通に。うん分かんないねもう。いや一、いや1さあ153じゃないのかなうん思いますけどね。すいませんでしたはい。 いや、マジで。どうしよう、これ。僕は考えないと、中身。いや、6か見て。マジ。強烈に6かみたい。えでも、例の出たら、さすがにそこ黒でいっか。4かむか。4かも。4だな。夜が来ました確かに。目を閉じてください。そんな恐れですよねい。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。 まあ黒出して狩りうど出られ大丈夫かまあ、あ死んだってことにしてもいいしああでもまあ大丈夫か光透かしてるもんね、まあ、ご苦労でもいいかもねじゃあ駒さん黒で黒で大丈夫ですか例ああ、ね、のまあ霊来ても動揺しないようにねどうなんですか,、はいもうようか 4守られてもあ大丈夫や2黒で1が守るでしょあったら6黒大丈夫や朝が来ました昨夜死んだのは 4番5番のプレイヤーは発言してください。 の誰分かんねえ9番、色結果はあんたに言ってないんだよ。ちょっとすぐにしろ色結果教えてほしい。あれこれはじゃあ俺だけこうあれと思ってるやつからあどうしよう。ちょっと待って。 なおっとなおっとー番さんは色気教えててあっちなんかラグってんだけどえあじちょっちょっわかれちょっと待ってあれこれ聞こえてんのかなちょっと待って一回助けたすきなんかバグりまくってんだけどかわいそうだなこれで終わったら 発言してください色結果だけ教えてほしい、2の待って。ああ、笑、はい6番のプレイヤーは発言してください。はい、ああ、<laughs> 負け学なんで使用すると巨人なんですけど、なんで5番さんって9番さん噛まないですか ?9 か3しか噛むとかなくて。巨なんだ。

お前が一瞬ですらそれが出づらい。い <laughs> や、だから。え <laughs> ちょっと待って待って待って。2個だったら。あどっちみち勝ちか。どういう場面だ ?5 番が例の七7りか。3がご苦労。ああ。 じゃあ3つればいいのじゃあ3投票しますよ、うん、9番のプレイヤーは発言してください何言ってるのまあなんか 何チャットをやめてもらって <laughs> どうしたらいいのこれな何カオスなんだけど今日ゴズりでお願いします1番 のプレイヤーは発言してくださいああマジか村負けですか。3級人狼の6番3強人って感じか。ああマジか。えっ ?5 番さんは2位白だったんですかいやそうだよな。だってこの紙おかしいもんな。5番3人狼だったら絶対9かもし。 うん。二番さん死んで、そうか。でもそうだよな。二番さん人狼だったら、1号2兵といけないもんな。どうすればいいんだろう。そうか。どうしようかな。地上した方が良かったか。急上の。どうしよう。負けたか。3番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、なんか。 すごい、あれっすね。えっ、ー、と、ごまさんに投票すれば終わるので、えっ、ー、と、ごまさんに投票。んちょっと待ってよ。人療しよう。はい、じゃあ、ごまさん投票します。なんか、いや、こっちが、こっちが、もう、大草原ですよ。うん。 いや最後にあの4番さんに言っておくとさあの7番さん6番さん村の可能性ないのか番さん大丈夫かでえっと2番さんが最初は狂人かオカいかわからないから普通に7番さん怪しいし7番さん占うのは当たり前でだから7番さんが噛まれてるのに7番さんを狂人と見て占ったんですかってめちゃめちゃ普通だと思いました、うん、はい五番さん投票します投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべ 5番のプレイヤーが選ばれました急が見した方が良かったのかゲーム終了あっ借りちゃったですあっよかった強人か何だこの村 <laughs> そっかまあでも地が見した方が良かったのかまあいいやまあ結局 ま、あ、潜伏霊の最強ってことやね。要は。要はそういうことなんだよ。マジで。潜伏霊のを批判するやがマジで考えられねえ。最強なんだよね。マジで。っていうことや潜伏霊の最強マジー なくなってるし